こんにちは。私はトムです。ぜひアナポリス・ディグビーへいらしてください。私はあの1985年までに20年間に日本に滞在して働きました。もともとアメリカのものでしたけど、今、カナダの国籍を取ってとってもうれしくここに住んでおります。私の今の仕事は、 日本のコットインと版画のガロリーを持ってますもしあなたは質問があれば入国についてとか今の滞在ならばぜひ連絡してください心から歓迎します